はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人は、はじめまして、シラコングです。今回ね、ヤムチャ入れてプロちゃんやっていこうかなと思ってます。まあリクエストもあったんで、まあ、そちらも兼ねてやっていければなと思ってます。左から3凸1凸、1凸1凸凸凸なし2次です。やっていこうかな。でアイテムはお化けだね、もちろん。並びが悪い、並びがすこぶる悪い。大丈夫だ、ね、とりあえず悟空上げとく。そうだね、最低限上げるようにしようか。最低限上げるようにします。最低限上げつつ、次のターン次まで持ち越せれればなとは思うんですけど、で次で倒すように仕向けれれば完璧な流れですね。ただなー、ガンマ2号めっちゃ攻撃するからな。あ、で、リンクレベル言ってなかったですね。リンクレベルはまあ結構ね、その高めだと思う。めっちゃ攻撃したな。1、あー、やっぱり打ったね。ファイヤー。おお、撃つね。次でじゃあ倒せる可能性は全然あるな。バインドどこ行った？バインド持ってきてねえわ。何周年あそこか。うん、まあ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 良くないよな。良くないな、これ全然良くないわ。これまずくない、まずくないこれ。でちなみにリンクレベルは高いですね。結構みんな高いです。はい、こいつはマックスでしょ。でこいつもマックス近くで、ガンマもわりかし育てたんですよね。真ん中ぐらいですね、まだ。なんでまあいけるっちゃいけるんだけど、いやきっつ、これ技降りてこない、技が降りてこない。あ、やべえこれ、マジでやべえマジでやべえ。いや、やべえって知ってたよ、そんな食らうの。まあよかったわ、このステージ、まだこのステージで、まだファーストステージで必殺がね、ピッコロに飛んできたぐらいだったら全然いいよ。うー、ゲロキツなんだけど、これはちょっとこうしよっか。これ取って、僕はね冷静沈着です。こうやって回復すればいいだけの話だからね。で全が働いてるから、もちろんここは極微を先頭にしないと、まあクズ野郎だったら守れないからね。でなおかつ全属性効果抜群を入れるよりは、こうやって入れない方が2発目確定で打ってる部分が多いんで、そこをなるべく避けていくっていう流れですね。もうこれ綺麗ですね、これ綺麗。もうお前、お前さっき打ったやんけ。せっかく人が気玉取って回復したのに。ファイヤー、はい、 OK。 まあリンクの問題もあるからね、そこはしちゃうね。さあだいぶやべえけど大丈夫かな、これ技気玉取りてんだよな。こっちが OK、 少しは回復できた。にょーん、ビチビチビチ。それじゃない。あ、打ってこない。さあ688万、火力に全てをつぎ込んだ人造人間の破壊力を見よう。あー、でもこっちにもガンマ2号くんのか、それめんどくさいな。
倒さなくていいからね。分かってる、倒さなくていいんだよ。ここはまだまだ倒さんでいい。おい、倒すな言うてんけ倒すな。あ、でも次スキップできるのか。ある意味スキップできるから。おいおいやばいやばいやばい、あらぶっちょる。そうだね、次ある意味スキップできるんで、あ、いけるかもしれん。ヤムチャだろ、知ってた。でも復活条件は整ってるから、オッケーオッケーオッケー、いけるいけるいける。とりあえず削るだけ削ろう。じゃあヤムチャは最悪死んでもいい。もう死んでるけど、アタックゼロって。あー死ぬ。あ、でもこれ、あー、まあそうだね、ヤムチャケツに回すしか選択しないね。でここで死んだらどうするかっていうと、ガンマ攻撃ですよ。でそこで、お化け使う。完璧じゃない？多分完璧な流れだと思う。でこう死ぬでしょう。さあまた来ましたね、スズメちゃん何回来んねん、何回死ぬねん。そして何回蘇るんだ。はい、いってらっしゃい。また時期が来たらお願いします。かっけえなー、やっぱ。よしよしよし。でここは正直使っても使わんでもいいんだよ、どっちでもいい。全画もあるし大丈夫かな。809万、やーべーっす、やーべーっす。これで追撃なんか出してみてくださいよ、本当にやばいっすよこいつ。で超高でまだ撃つ機会があるから908万。これがさらにもう一発あれば完璧なんだけどな。あー少なかったね。ただこれは撃ってこなさそうだぞ。戦闘で攻撃で撃ってこないってことは、パターン的にあり得るのは後半撃ってこないんですよ。こいつに限ってはね、結構そのパターンが当てはまって、戦闘のまあ先制か、後で撃ってこなかったら基本撃ってこないなっていうのは僕の印象ですね。はい、 OK。 どいやー、さあ行きましょう。さあここはもうフュージョンしましょうか。フュージョンね、ブルーになりましょうか。でこのクズやら、オッケー。これ一回飛ばしてもいいんだけどな。どうするかな。でもここって結構堅実に守れそうなとこじゃない？だったら使わなくてもいいか。いや使おうかな、どうしようかな、なんか少なくなっちまったな。使おう。この選択肢は間違ってなかったと俺は自分に言い聞かせる。これでいきます。ファイヤーで次お化け使うことによってヤムチャを回避すると。完璧じゃない。さあ655万、そい。ただ相手がね硬いんですよね。ただなるべくそのヤムチャが来るとこで使いたいっていうのはあるんだよね、お化けをね。幸いお化けは2つあるから、こういうとこで使っていくと
お化け。オッケー。力を下ろそう。これでいこう。オッケーオッケー、悪くない。さあこっからガンマちゃんの追撃によって勝てるかどうか決まる。で次のターンは守れるキャラ多いからなんとかなる。お化けは連続で使えないから次のターンのことも考えて動いていくと。さあどうしてブロちゃん行くぜ。いやー少ねー少ねーな。ただ HP まだ半分なんだよな相手。ちょっとピンチだよねそう思うと。やめちゃしやがって。さあここはこれで行くのがベストなんじゃないかな俺は思うけど。いやどうだろうな。アクションブレイク起こせれるからこれで行こっか。で来い。血が来ないか。まあまあいいでしょう。血来なくても大丈夫。あ撃ってきたね。オッケーオッケー。一発目で初撃で必殺じゃないだけまだマシですね。ただ結構食らうと思う。はい22万めっちゃ食らいました。舐めやがって。こっちはハンデ背負ってるっていうのに。さあ726万。いけるよいけるよ。ただガンマ2号がどれくらい守れるかだよね。ただそこは必殺打ち続けなきゃいけないからどうだろう。ひるみ、いやーバカ野郎。それは効いてない。それは無理だ。さすがに。さあ来ました。とりあえずねどうすっかな。お化けあと1個しかないんだよね。で使います。うわどうしようこれ。お化け使った方がいい気がすんな。でもこの感じだったらね。そうしよう。でドッカンゲージ上げつつやった方がいいと思うんでこれだね。でこれで力木玉取れるんだけどこっちでもいい。こっちにしよっか。ドッカンゲージ上げよう。これでいこう。で次また17、18号でスキップできるんでそれで狙いつつやっていくと。ファイヤー。この激闘に俺は終止符を打つ。絶対負けらんねえ。 OK。 さあ2本削っていくぜ。で次は守りが硬いメンツなんでまあ大丈夫かなと思います。 OK。 さあ665万。あ次って2ターン後ね。そういえばよいしょ。 OK ナイス会心。いいね会心率が高い男はいいよモテるよ。ファイヤーないね。さらにかましていく。ヤムチャ入りでもクリアできるっていうところを見せてやるぜ。いける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 。これはいけるいける。頼みました。オッケー。で特艦ゲージを微調整しなきゃいけないからこれ取ってでこれなるでしょ。これはこれでいい。 OK。 さあ582万いけるよ。火力高えぞうちの17号18号は。そうでもない。さあ714万。これはまあ人造人間リンクとかもつながってるからねまあまあいいでしょう。ふんぽん。
会心よ。会心出してくれ。さあ地球に向けてドーン。ああいいね。いや少ねえ。いけるかなこれ。ちょっと待って、怖え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 怖いな。とりあえずリンクつながってる状態でフルで打ちます。 OK、 いける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 。これお前でいけるだろさすがに。頼む見せてくれ。ブルーコンビ頼むぞ。本当に頼んだ。ここで倒してくれなきゃ誰が倒す。おめえしかいねえだろ。全力でいくぞ。さあぶちかましてやれ。ドーン。オッケー気持ちいい。はい、まあてな感じでいかがだったでしょうか。まあ極限抜きかつヤムチャ入りパーティーですね。結構きつかったです。うん。まあ、きつかったっていうか、なんか、ダメージ計算ミスったりするね。まあまあいいでしょう。はい。ってな感じで、ご視聴ありがとうございました。いや、まあ、ヤムチャはこんな感じかな。まあ、次やるとしたら、イーシンロンとかかな。セルマックスは絶対にしないです。はい。ってな感じで、ご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。